はい、じゃあ今回はですね、作曲するので最も、大切なメロディー、メインメロディー、これをどうやって作るか、これをご紹介したいと思います。まあ、いろんなやり方で、メロディーを作られる方多いと思うんですけど、鼻歌だったり、その時の感情が左右したり、状況だったり、いろんなこう思いがあって、こうメロディーを作られると思うんですけど、最も、こう理論上効果のある、音っていうのが、ありまして、まあ、結局このジャズ、ポップス、こういう歴史っていうのは、もう100年以上経ってて、そういう様々な、研究から、最も効果的な音っていうのが、実はこの理論上で分かってまして、それを、使うとですね、よりこうもっとプロっぽいという言いますか、こうもっと情緒ある、こう深く、より感情的に表せる効果っていうのが、分かってます。それは何かっていうと、11th。つまり11番目の音、これを使うということですね。じゃあ実際どのように使うか。まず、例1として、例えばこういう曲があったとします。まあ、こういうフレーズが、できたとします。今のは Fm7th と、Em7th、Dm7th で Cm7th ですね。まあ、こういうフレーズがあったとして、例えばメロディーを、普通に作って、まあ、みたいな感じで、まあ、適当に、使ってもいいんですけど、まあ、一般的に、メジャースケールだったり、マイナースケールだったり、こういうものを、共通する音を、使ってメロディーを考えていくんですけど、まあ、もっとこうより奥行きだったり、こうドラマティックに、もっとこう情緒ある感情を豊かにしたいっていう場合は、11th。例えばこの F。F メジャーの11th っていうと、F から始まって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11th。B フラット。で、もしくは、11th、シャープ11th なので、これの半音上げ、この場合 B になりますね。で、この11かもしくはシャープ11、このどちらかを使って、メロディーをもっと際立たせると、こういうテクニックですね。だから例えば今の場合だと、この B を使って、F 始めます。例えばこんな感じになります。みたいに、例えば Em7th に行った時に、これの 11th は A なので、これを使ったり、 Dm の時は、G、 これが 11th になります。だから、
のように、11th、これをメロディーの中にこう取り入れると、もっとよりドラマチックに、こう奥行きが出て、プロっぽい音になると、そういう効果がありますので、ぜひ皆さん、メロディーを作る際はですね、まあ、好きな感じで鼻歌に始めるのもいいんですけど、ぜひこの 11th を取り入れてやってみてください。で、まあ僕は基本こうやって、このドの作曲の作り方だったり、理論だったり、もともとドラマーなので、ドラムのテクニックなどを、動画で紹介してるんですけど、まあ、他にもね、実はこの音楽、作曲だったりドラムっていうのは、まあ、楽器をやられてない方でも、まあ、様々な方に普通に暮らしている中ででも、自分の脳や、心理面、心ですね、そういうものにいろいろ作用するっていうことが、様々な研究者が研究してまして、で、そういう効果も、一緒にご紹介しているので、ぜひ、下のリンクからですね、他にもこういう心理的要素があるよとか、例えばストレス解消したり、心配事を減らしたり、もしくは収入がアップするかもしれないぐらいの知能を高めたりとかですね、いろんな、研究で証明されていることがあるので、ぜひそういったことに興味がある方は、下のリンクから、詳しく見てみてください。はい、それでは、また次回お会いしましょう。